はい、今回もですね、緊急で動画撮ってます。で、もう撮らざるを得ないですよね。本当に皆さんもそうですし、僕もね、本当にね、今年一番、まだ今年ね、始まったばっかりなんですけれども、早速もう今季一番の衝撃になるであろう出来事が起きました。はい、何が起きたんでしょうか。早速見ていきましょう。こちらですね、はい。なんとなんと矢島慎也選手、レノファ山口 FC に完全移籍で加入と。降臨ですよ、もはや矢島慎也降臨ですね。いや、これはびっくりしました。僕以前ですね、ライブ配信をした際に、レノファね、今サポーター向けにいろんなことを仕掛けてきているとね。で、その代表例がですね、渡辺博文さんの、社長就任であったり、佐藤健太郎さん、それからですね、菊池康介さんのレノファ山口入閣、うん、いろんなね、サプライズありましたけれども、まあ、それもね、驚いたんですけれど、うん、矢島慎也の加入、これ一番驚きましたね。いや、もう全然予想してなかったし、もうまさかこんな選手がレノファに来てくれるとは思ってもなかったですね。しかもね、こういう、もう、何ですかね、もう、名前も知れてて、もう能力も明らかに、高くてですね、他の選手とちょっと差があるような、そんなスター級の選手をですね、まだ28歳なんですけれども連れてきたっていう、ね、ベテランじゃない、今28歳で連れてくることに意味があるのかなと思ってますんで、いや、すごいですね。これはレノファの強化部さん、大仕事やってくれました。はい、この場を借りてお礼をさせてください。ありがとうございます。いやー、皆さんね、田中航選手であったり、高井一馬選手であったり、次々に選手を取られてですね、意気消沈してたと思うんですよ。まあ、僕もね、その一人なんですけれども、はい、これで、なんかね、全て吹っ飛びました。はい、もうどうでもよくなりました。はい、なんかいけそうな気がするっていう、はい、感じですね。じゃあ早速、まあ、いろいろね、話す前に矢島選手のプロフィールというか、今回の発表の移籍のコメントですね、見てみましょうか。こちら、じゃあこちらがですね、矢島選手のプロフィールおよび今回発表したコメントの方になりますね。まあ、プロフィールの方はね、もう皆さんご存知だと思いますし、特にね、僕たちレノファサポーターは、彼がファジアーノ岡山に在籍した時にですね、散々やられて嫌な思いをしてると思うので、はい、その嫌な選手がですね、今回加入してくれるということになるので、非常に心強いなと思ってます。で、コメントの方ですね、レノファ山口 FC に加入することになりました矢島慎也です。一つでも多く試合に勝てるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いしますと。いやー、彼らしいですね。もうさっぱりしますね。余計なことを言わず、もうとにかく、頑張りますと。よろしくお願いしますと。そんなコメントですね、今回。はい。はい、じゃあこちらにですね、主に5つほどトピックをまとめてみました。1つずつ簡単にではあるんですが見ていきましょう。まず一番上ですね、はい、今回の矢島選手の加入、レノファ山口史上ですね、一番の補強になると確信してます。もう彼はですね、 J2 ではちょっと反則級の能力を持ってるんで、よく取ってきたなと思ってますね。本当にびっくりしてます。はい、で、2番目ですね、はい、今季は、矢島選手中心のですね、チーム作りになるんじゃないかなと思ってますね。はい、まあ、彼は周りに生かされるというよりは、周りを生かしたいような選手だと思ってるので、はい、矢島選手を中心としたチームにした方が多分うまく回るんじゃないかなと思ってます。はい、3番目、ここはですね、まあ、憶測の話なんですけれども、まあ、大宮はですね、今ちょっと、非常にまずいというか、はい、本来はですね、昇格争いをしなきゃいけないチームなんですが、ここ数年はですね、逆に残留争いに巻き込まれちゃってると、うん、なかなかね、彼も制限が多分いろいろある中でプレーをしてたと思うので、やりづらかったんじゃないかなっていう部分は、思ってますね。はい、4番目、ここはですね、今話したことと関係してくるんですが、
もう一度ね純粋にサッカーを楽しみたかったんじゃないかなって思ってます。はい。でレノファだったらおそらく矢島選手自身がですね中心となって、でなおかつですねレノファは攻撃的なチームですから、はい、きっとね楽しくサッカーができるっていう考えがあったんじゃないかなと思ってます。まあここも憶測ですけどね。はい。最後これどうなんですかね、菊池康介さんですね、これ。はい。まあ、彼は大宮の出身ですから、仮にですね菊池さんが矢島に打ち来ないとか電話してたら、これちょっと熱いなと思ってます。はい。気になるところですが、真相は闇の中です。はい。はい。でこちらはですね、この動画を編集している最中にまた衝撃的なニュースが飛び込んできました。なんとなんと、名古屋グランパス柿谷陽一郎選手、徳島ヴォルティス完全移籍加入ですよ。いやー衝撃ですね。はい。もともとですね、徳島ヴォルティスに、武者修行に行った経緯がありますから、もうこれはですね復帰と言えるんじゃないでしょうか。ね、ぜひともね柿谷陽一郎選手、維新ミライフスタジアムに来ていただいて、試合をしたいなと思います。皆さんねチケット買ってレノファの試合を見に行きましょう。でちなみにですね、今清水エスパルスには乾隆選手もいますから、いやーますますね J2 豪華になってますよ。皆さんねチケット買いましょう。はい。宣伝ではないですが一応伝えておきます。はい。はい。というわけでいかがだったでしょうか、矢島選手のですね電撃加入。未だに僕信じられないんですけれども、多分現実なんでしょうねこれがね。はい。嬉しいです。素直に喜びたいと思いますね。まあ、特にねでも我々レノファサポーターにとってはですね、このオフは辛いオフになったと思うんですよ。もう次々に主力選手を抜かれてですね、もうどうやって攻撃を組み立てようかと考えていた矢先にですね、この矢島慎也降臨ですよ。もう神様に見えますね僕からは。はい。本当にね、今年楽しみになってきましたし、なんかいけるんじゃないかなって、うん、なんかいけそうな、そんな気がしてきましたよね。はい。非常にね頑張ってほしいですね。まあただ怪我だけにはね本当気をつけて、試合数も多いですから、なんとかねシーズン戦ってほしいなと思ってます。はい。では今回の動画は以上になります。最後まで見てくださった方ありがとうございました。よろしければですねチャンネル登録またいいねボタン、押していただけると嬉しいです。ちなみにいいねボタンはですね奇数回押してください。もし偶数回押すとですね消えちゃうので、1回3回5回とか、まあ、連打したい人はですね5回とか7回とか、はい、それくらいにしておいてください。間違っても偶数回は押さないようにお願いします。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。